今は付き合いが全くなくなってる友達の話を一つ。今から8年くらい前に工場に派遣に行っていた頃に知り合った。私は彼女のことを友達と信じて付き合ってた。彼女の勧めもあって前から一人暮らししたかった私は彼女の家の近くに引っ越した。彼女は霊感があって占いや風水も詳しかった。霊感のない私は友達になれて嬉しくなんでも相談した。彼女は心よく相談に乗ってくれていたはずだった。最近知ったのだけど、何も知らなかった私の部屋の間取りや森潮の場所、何もかも大凶になるように教えてくれていた。彼女の手作りのお守りにはアルミ箔に巻かれたアラジオが出てきた。潮を守りとして身につける場合は月種灯、風通しの良いものに包むとのこと。私は4年知らずにその部屋で暮らしていたが、最後は病気になって今は実家で暮らしてる。ひょっとしたら私の知らないところで呪いかけられてたのかも。実家に戻ってからは一切連絡取ってない。まあ、そのことは縁が切れてよかったのかも。